ンガムベンバは、混合王国の国王。一般には、先例名であるアフォンソ一世の名前で知られる。アフォンソ一世は、即位前に、キリスト教に改修し、即位後は、ポルトガル王国から、西欧の技術と統治制度を導入した。自ら、ポルトガル語を学習し、首都ンバンザコ混をポルトガル風のサンサルバドルに改称した。 当時のキリスト教の宣教師は、ポルトガル王に送った書簡の中で、アフォンソの特実な信仰心を称賛した。しかし、財源を確保するために、今後から多くの奴隷が輸出され、サントメ島を根拠とする奴隷商人は、ポルトガル王国でさえ統制できなかった。彼の知性に対等な関係で始まった異なる文化に属する二つの国の関係は終焉を迎える。 彼の死後も、コンゴ王国は、カトリック国家として存続し、アフォンソの直系子孫であることが、王位継承の条件とされていた。コンゴにおいて、アフォンソ一世の名前は長く記憶され、19世紀末のポルトガル人宣教師は、コンゴ人は三人の王の名前を知っている。現在の王と先代の王と、アフォンソ一世の名前である。と報告した。1460年頃に、 今後を、人眼空の子として生まれる。1482年に、ポルトガルの公海者、ディオーゴガンが、今後王国に到達したことをきっかけに、今後王国とポルトガル王国の間に交流が始まる。両国の出会いは、友好的なものであり、そこには対等の関係が生まれた。アフォンソ一世の文章1491年に、人眼空は、 宣令を受けて、ジョアニ一世を名乗り、キリスト教に改修した。人眼空の改修に伴い、彼のこの一人である人眼無弁場は、アフォンソと名付けられる。ジョアニ一世の改修に対して、国内では反乱が勃発したが、ポルトガルからもたらされた、重火器によって反乱は鎮圧された。しかし、反キリスト教、反ポルトガル勢力はなおも今後内に残っていた。 1506年に父ジョアン一世が没する。アフォンソ一世は、反キリスト教であるイボ兄弟のムバンズを破り、マニコンゴに即位する。しかし、キリスト教の権威を全面に押し出す。アフォンソ一世とキリスト教を拒絶した集団の対立は王国に根強く残り、王権基盤の弱体化の一因となった。アフォンソの時代の宗教的な対立の一例として、 先代のジョアニ一世の時代まで、今後王は、公衆の前で食事をとることが慣習で禁じられて、いたが、キリスト教に改修したアフォンソがこの慣習を廃止したために起きた宗教的紛争が挙げられる。即位後、アフォンソ一世は、ジョアニ一世の時代に中断されていた、今後のキリスト教家を再開し、ポルトガルとの関係の回復に努める。しかし、 インド航路を経由してのアジアへの進出、ブラジルの発見によって、すでにポルトガルのコンゴへの関心は薄れていた。ポルトガルからコンゴに宣教師、教師、石膏、大工、軍事顧問などが派遣され、その代償として、コンゴは奴隷、銅、造毛をポルトガルに輸出した。しかし、コンゴに派遣されたポルトガル人の多くは自分の職務よりも、 貿易、特に奴隷貿易に強い関心を持ち、サントメ島に拠点を置くポルトガルの召喚も2国の外交に干渉した。サントメ島ではアメリカ大陸から導入されたサトウキビの生産のために多くの労働力を必要としており、多くのコンゴ人が誘拐されて奴隷として使役されていた。アフォンソはリスボンの宮廷にサントメ島の領主の暴虐を訴えたが、 有効な対応はなされなかった。1512年にアフォンソはポルトガル王室に今後内のポルトガル人の抑制を求める。ポルトガル王マヌエル一世は王室による今後との貿易の独占を宣言し、今後に自国民を統制する監督官を派遣した。また、ポルトガルの司法制度、封建的一回制、宮廷儀礼の導入をアフォンソに提案した。 しかし、監督官として派遣された貴族シマンダ・シルバは途上で、没し、アフォンソは、表面的には、マヌエル一世の提案をすべて受け入れたものの、どの程度の政策が実現に至ったのかは不明である。マヌエルが実施した政策は、効果が現れず、今後のポルトガル植民地は、王室派とサントメ島の召喚を支持する派閥に分かれ、後者が優位に立っていた。また、 アフォンソはポルトガル人が家臣の反乱に協力することを防ぐために彼らに友好的な態度を取らなければならなかった。アフォンソ自身も奴隷貿易に携わっており原則的に奴隷貿易には賛成していたが王国の貴族をも誘拐する奴隷商人の行為には強い不快感を示していた。今後から輸出される奴隷を乗せた船舶は サントメ島を経由することが通例になっていたが、サントメ島の領主は寄港した船に積まれた奴隷のいくらかを獲得する権利を持っており、アフォンソガリスボンに送った奴隷の半分がサントメ島の領主に奪われることがままあった。五百十七年にはサントメ島を介さずに直接ポルトガルと交渉するため、ポルトガルに造船技術か船舶自体の提供を求めたが、海運の独占を意図する。 マヌエル一世は、要請を拒絶した。奴隷商人の幕府、彼らによる王権の弱体化を食い止めるため、1526年に、アフォンソは、奴隷貿易の規制を宣言する。しかし、名目上は、アフォンソに、受属していた沿岸部の領主や、サントメ島の商人にとって、奴隷貿易は、魅力的なものであったため、アフォンソの宣言は、効力を持たなかった。 1513年、アホンソはマヌエル・イッセイの勧めにより、ローマ教皇に基準する。また、マヌエル・イッセイの助言に従い、アホンソは、息子のドン・エンリケを団長とする使節団をヨーロッパに派遣し、エンリケに、キリスト教理を学ばせた。造毛、毛皮、ラフィアの織物と320人の奴隷を携えた、使節団は、リスボンに到着した。一行は、 リスボンで奴隷たちを下ろした後、陸路でイタリアに向かい、1513年にローマに到着する。1520年に帰国したエンリケは、王国の首都ンバンザコンゴで主教を務めたが、帰国して間もなく、没したため王権によるキリスト教の制御は未達成に終わる。1516年に、アフォンソワ20人のコンゴ人の若者たちをエンリケと、 同様にヨーロッパに留学させたが、それらの若者の半分は道中で、サントメ島の奴隷とされた。それでもなお、アホンソは、老いと孫に教育を施すため、1539年に彼らをヨーロッパに派遣した。ポルトガル王室から、奴隷貿易の規制が行われないことを憂慮したアホンソは、ローマ教皇パウルス三世にも助けを求めた。 1529年と1539年の二度に渡り、ローマに施設を送ったが、無駄骨に終わる。1535年には、教皇からコンゴへの援助と指示を約束する返答を受け取ったが、教皇の手紙はやはり効力を持たなかった。アフォンソの在位中に、コンゴにおけるポルトガルの選挙、教育活動は衰退し、選挙士の数は10人を超えることはなく、 全員が王宮に居住していた。アフォンソは、ポルトガル人が及ぼす悪影響に耐えかね、宣教師と教師を除くすべてのヨーロッパ人の追放を命じる。しかし、この命令を撤回せざるを得なくなり、外国人が行う小取引を観察する委員会を設置することで妥協した。1540年の復活祭の日、8人の ポルトガル人が教会でアフォンソの暗殺を企てる、事件が起きる。アフォンソの没後に、ポルトガル人は、アフォンソに敵対する勢力を支持し、ペドロ一世の短い知性を経て、アフォンソの孫デオゴ一世が即位した。ありがとうございます。